はい、ではヒカルの唐揚げ食べに行ってきます。レッツゴしてないんですよ。そこは最初はもっとこれ白かったりとか細かい部分で違うとこあったんですけど、大きさがとかありました。そうですね、そこ全部突破していって、もうこの見た目ほぼほぼ完全再現と言ってもいいんじゃないかっていうぐらいまで来てると思います。これがめちゃくちゃ難しいんですよ。やっぱり大量生産するので、これを実現するっていうのがどれほど難しいことかっていう、そこはこのジョイフル側が本気を出したという感じですね。でこのソースもこんな感じで、この色もなんかありましたね。そうなんですよ、最初は本当はもっと真っ黒だったんですけど、でもやっぱこのかけた時に茶色の方が美味しそうに見えたっていうのも、で結果色が茶色くなったとか、これ動画の最初にも言ったと思うんですけど、この動画公開から販売されてるので、EC でももちろん買えますし、概要欄の方に載ってるんで、まあやっぱでも店舗で食べた方が美味しいと思うんで、ぜひ店舗に来てみてください。みんな周りの大人の緊張感が今すぐ伝わる。まあこれ何度もくぐり抜けてきてますから、はい、いただきます。めっちゃうまい、完全に来てますこれ。じゃあこれソースなしでもいけちゃうんですよ、まあ、そこが第一関門だと思ってて、この唐揚げ単体で美味しいのかっていうのがテーマだったんで来てますね。ちょっと熱いんですけど、ご飯の進む唐揚げかどうかっていうことです。うん、うまっ。あとこのソースとの相性がやっぱすごいんですよ。これハニーマスタード単体でうまいんですけど、やっぱ僕はこの茶色いソースとの相性がやっぱすごいと思いますね。これご飯との、これが本当に実家のやつだ、うん、これすごいな。これって値段っていくらぐらい？759円ですね、このセットで。へぇ、難しいな、これ今後ジョイフル見た時にこのハンバーグを頼むのか唐揚げを頼むのかっていうのはちょっと迷いそうな気がしますね。正直やっぱハンバーグハンバーグでね、なかなか食べれないんで難しい選択になりますね。これやっぱ色なんですよね、相性、この食欲をそそる感じ。これ黒だったらちょっと印象違った。確かにこれを茶色にすることでだいぶ上がったなっていう感じします。いただきます。ソースやばいっすね。これはもうこの動画の最初ら辺に実家に行って食べたやつの味とほぼ完全一致してます。へえ、うん、できたんだね。いや本当に最初実家のやつを真似してドイフルさんが作ってくれたやつがあったんですけど、それはやっぱね 60% ぐらいの完成度だったんですよ。次にできたやつが 80% ぐらいで、これはもう本当にほぼほぼ100に近いぐらいのやつができてますね。これマジでうまいっすよ、絶対売れますね。ハンバーグ並みにいくんじゃないかなって感じはしてますけど、ハンバーグでもずっとこんな感じなんですね。まずは何もつけない。すると思うな。このレベルの唐揚げ世の中に今ないんじゃないかなと思うようなやつができちゃってるんで、ね、もちろん唐揚げも種類があるんですよ、いっぱい。でもこれはこれで一つの完成形として、これ多分一生売れると思うな。ハンバーグもそうですけど、何回も食べたくなるじゃないですか。そうですね、立ったらうわまた食べたいな。やっぱオリジナリティだと思うんですよね。確かにそれはそうか。他と違う味だからいいっていう、ここまで濃い味の唐揚げってなかなかないと思ってて、反対で、あとやっぱこのソースですよね。これこのソースやっぱ関西特有のソースなんかな。関東じゃこのソースあんま食べたことないというか、すごいなこれ。こんな状況でこんな状況で楽しく食えへんやろ。 この状況じゃね、味もちょっと薄まりますよ。
かも、食べた後、なんか言うだろうな、感じ。あえて大げさにはしなかったんですけど、まあこれうまいですよ、まあ、かなり自信を持ってお勧めできます。てかまあそれに関してはもう多分ネットで広まると思うんですよ。これが美味しかったか美味しくなかったか、口コミがね、すぐ広まると思うんです。でもこれは結構だいぶ自信ありますね。いけます、これは絶対。しかもこれ店でこのクオリティが出るっていうのはすごいと思ってて、今回最後のテストとして普通にいつも作ってる本当の料理長みたいなのがいるんですよね。あの宝剣さん、宝剣がいるんですけど、武神がいるんですけど、あの人が作ったらそれはもちろんクオリティ高まるじゃないですか。でも今回は普通に店舗の人が作ってくれててこれなんですよ。だから通常クオリティがこれっていう証明なんですよ。それを最後チェックしたかったんで、この機械を設けてもらったんです。これすごいですよ、本当。これはちゃんと誰でも作ってもこの味が出るようにも改良されてるってことですよね。そうですね、これ相当すごい再現度だなと思うな。やっぱその最初の食感の時になんかちょっと足りなかったんですよね。だからそこからやっぱここまで持ってくるのって絶妙なく難しかったと思うんですよ。なんか揚げる時間プラス何秒とかありましたよね、うん、なんか色がもうちょっと濃い方がいいみたいな。そうなんか片栗粉と小麦粉かなんか分量を変えたとか、なんか結構細かいとかあったんですよ。色を試していって冷えたらちょっと硬くなっちゃうみたいな。そうなんですよ、これすごいな、マジで。これちょっとぜひ行ってほしいですね。もう完全に僕の実家の唐揚げを再現できてます。いやすごいですよこれ、マジっすよ。このカリっていう感じですかね、皮の。ここも完全再現なんですよね。これを結構再現するのは難しかったと思ってて、最初こんな感じじゃなかったんですよ。大きさも大きすぎてとか、カシワの部分が多かったというか、ここがもう完璧になりましたね。ソースの絡み方がやっぱいいんですよね、この皮がいっぱいある方が。タナゴよ、拾えてるか分かんない。音がめっちゃすごいんですよ。確かにハム食べたくて、そうなんです、これがうまいんですよ。でこれを再現するのがめっちゃ難かったんですよ、ね、やっぱさすが武神ですね。いやこれすごいですね。これはやばいと思います。絶対売れる。下味つけてなかったから、からご飯食べ